どうも皆さん、サバです。ペイペイ。この間、星のカービィディスカバリーの発売日が発表されたんですよ。超面白そうだったんですけど、あれ、任天堂さん、スプラトゥーン3は。ということで、今回はマッドゲームズタイクーン2で星のカービィの制作で忙しい任天堂さんのために、僕が代わりにスプラトゥーン3を開発しちゃおうかなと思います。それではやっていきましょう。こちら新しいゲームで、よいしょ。このゲームね、この、まあ、ゲームを作る会社に入るゲームで、まあ、とりあえず会社名ちょっと選んでいこうかなと思います。ざっとランダムで名前見てったんだけど、なんか、ヨーヨーゲームズが一番なんかいいゲーム作れそうなんで、ヨーヨーゲームズ名前にしましょう。じゃ あとはこのゲームね、なんか、ロゴをね、決められるんですよ、会社の。うわ、やべえな。著作権に引っかか、めちゃめちゃ引っかかりそうなロゴばっかだけど、僕はこの中でもなんか、一番ピンときた、この、ミンテンドゥっていうロゴ。でやっていこうかなと思います。特化ジャンルはスプラトゥーンじゃ、あ、違う違う違う、イカゲームを作りたいんで、イカちゃんゲーム。で TPS かな。 OK、 じゃあこれでやっていきましょうか。あ、キャラも作れるんだ。じゃあこれはサバ社長。あ、この人でいいや。一番僕に近いかもしれないです、この人が。能力値なんですけど、あー、やっぱ一番大事なのは、もしゲームデザイナーかな。ちょ、スキルポイントなんか、与えられるみたいなんで、ゲームデザイン高めで、僕、スプラトゥーン3を作りたいんで、スプラトゥーンって、グラフィックいいじゃないですか。で、あと音楽もいいでしょ？こんなもんか。ちょっと中途半端な感じだけど、あ、これでいいか。さあ、そして、特性ってのがあるの？はい。いろいろと特性がある。4つ特性選べるらしいね。よし、これでいきます。CEO。そして、スターデザイナー、む、やばい、幸運、エンジン専門家のこの5個の特性を持ってやっていこうかなと思いますよ。では、やってみましょうか。あ、これ、あ、来た、何これ。これ、さ、敵の、相手のなんか、会社もいるな、これ、やばい、早く作らなきゃ、まず、なんだ、開発室が大事だよな。開発室作りましょう。はい、はい。これで作っていく感じね。開発室広い方がいいな。開発室は広い方が、いいですね。心に。あれ、ドアがありません。ドアつけよう。ここにドア。多分ここが入り口なんで、入り口から近い方がいいよね。作ります。で、あ、作業机作ります。僕、ひろゆきの動画で見たんですけど、窓際に机をなんか置くと良くないらしいです。なんでここに置きます。さあ、ってことは、こんなもんかな。まだ僕一人だけなんで、オッケー。これで行きましょう。あ、来た来た、これ、いけた。さあ、始まった。あ、ゲームを開発ってあるぞ。新規ゲーム。あ、いや、新規ゲームだろう。もうね、モバイルゲームはダメだね。新規ゲーム作ります。ゲームの名前、どうしよう。スプラトゥーン。はい、スプラトゥーンになっちゃったけど、作りまーす。あ、仕様、あ、これ細かく選べなきゃ、あ、めっちゃ細かく選べるわ。やば。さあ、ということで。サバさん会カンパニーじゃなくて、なんだっけ、ヨーヨーゲームズの一本目のゲーム設定完了しました。開発費はなんと1000万ドル。もうほぼ全額投資します。なんでもうね、スプラトゥーン1とかじゃなくて、スプラトゥーン3で売り出しますから。はい、スプラトゥーン3で売り出しております。じゃあこれでいきましょう。ふっ、あ、ゲームプレイ機能が多すぎて、また、怒られてる。あ、そっか、めっちゃ欲張りすぎた。ゲームプレイ機能みたいなのいっぱい選べて、サバさん適当に選んじゃったんだけど、じゃあ、スプラトゥーンなさそうなやつ。あ、キーボード操作はないな。キーボード操作はない。で、昼夜の概念はあるな。フェスがあるし、天候はない。天候ないな。今思えばスプラトゥーン。天候ない。で、道徳の概念もスプラトゥーンないし、か。痛い。見逃してよ。ないない。まあ適当に選んできました。なんか結構安くなった、外したら。じゃあこれで作っていきましょう。あ、待って。リードデザイナーがいない。あ、待って。リードデザイナーをさ、入れないと作れないみたいだぞ、ゲームが。いろいろ人を雇わなきゃいけないんだ。こうやって、あ、すごい。これ人、マリオだよ。は？あ、人をこうやって閉じ込むことできるんだ、こうやって。すげえ、めっちゃ人入れられる。あ、でも狭くて怒ってるな、多分これ。あ、やべえ、これ開発スタジオがめちゃめちゃ狭いこと今気づいた。やばい、見て。みんな、人はいるけど、物を作る場所がないっていう状態になってる今。やばい。よし。見て。めちゃめちゃいい感じになった。いいぞ。
会社の半分をオフィス部屋にしました。これで多分、あ、待って、一人、うわ、机増やしたからすげえスピード上がってる作業の。いや、どうよ、いい環境じゃないか。おー、待って、おー、どうしたどうしたどうしたやばい、これ誰だ、これ発狂しながら水飲みたぞ今。てか何これ、これこれなんすか。あ、てか待って、このサバ社長の会社トイレがねえ。待って、今気づいた、トイレがねえわ。トイレどうやって作るんだろう。待って、トイレ置けないんだけどしたらいいの。え、トイレ置けなくねえか。あ、トイレの場所を作らなきゃいけないんだ。トイレを、トイレのスペースを作らなきゃいけないんだな。これで、ドアをつけて、よし、作って、そっからね、そっからトイレを作るんだ。なるほどね。これで作れると。はいはいはい。洗面台もつけて、まあ、ハンドドライヤーもつけて、オッケー、これでトイレ完成。オッケーオッケー。これでみんなトイレ行くようになるでしょう。さあ、開発費1億円をかけた、スプラトゥーン3。え、待って待って、ちょっと待って。待って、ちょ、ストップ。サバさんね、このスプラトゥーン3、Wii U っていうさ、ゲーム機作ってたのに、撤退したらしいです。これ、別のゲーム機で作らなきゃいけないな、これ。待って、やばい。だから、プラットフォームの変更で、プラットフォーム開発機材の購入で、わ、なんか知らないうちにいろんなゲーム出てる。わ、Nintendo3SD が出てるわ。なんか、とりあえず人気そうなゲーム機で売りたいな。これでいいか。ビームマシーン。これにしよう。これでいいよ。やばい、どんどん開発資金が減ってく。これで会社持つのかな。え、待って。倒産するって出てきた。どうしよう。やばい、スプラトゥーン3作ってるだけなのに会社が倒産する。いや、どうしよう。あ。倒産しました。倒産しました。ちょ、待って。倒産する直前のゲームデータをロードしました。この状態で倒産寸前だが、この状態で開発終了してオンライン配信をする。もうこの次の週、来週発売します。発売したらどうなるんだ、倒産しちゃうのかな。いきます、スプラトゥーン3。待って、心の準備ができた。待って、もう評価が出ちゃいました。スプラトゥーン3、ゲーム性が悪すぎて、プレイし続ける気になりませんでした。何が目を痛めるのかわからない。タバスコか、このグラフィックか。ん？どういうことだ？音に関して進められることはたった一つ。消してください。操作方法にいい印象は全く残りません。単純に複雑すぎます。去年は税務調査を受けました。このゲームよりも面白かったです。全然売れなかったことってこと？ゲームが。開発費1億円かけたゲームだよ、スプラトゥーン3。あれ？おかしいな。やばい。ファンが激怒。バグの多すぎるゲームをリリースしたため、ファンは怒ってます。売り上げマイナス 30% って言っても、売り上げゼロなんだよ、もともと。ちょっと待って。そんなことある？あなたの会社は倒産しました。結局この運命なのか。はい。ということで、任天堂の代わりに1000万ドル、10億円投資して任天堂の代わりにスプラトゥーン3を作ってみたら、10億円を無駄にして、マイナス56万4000ドルということは5600万だね。5600万の借金ができました。そして会社が潰れました。任天堂様、すいませんでした